はい。どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、どっちゃんです。さあ、この間やった RQ3 ギャラクティカ、これ合成で、まあ、使えるようにしてきました。ムービングで落ちるかどうかちょっとわかりませんが、射程攻撃力全部 M2OS 寄りに仕上げてきました。ね。というわけで、早速使っていきましょう。はい、やっていきましょう。お、ね。まあ、覗く速度はね、96.0 と言われても、この間やった EGM とだんだん変わりがないので、おーっと、待て。今の外しちゃうのは、よろしくないんではないんでしょうか。特にブレーキングモードじゃありません。普通にムービングでやってます。待って、画面に唾飛んじゃった。ちょっと待って、画面に唾飛んじゃったか。今、おー、よく当たったわ。オッケーオッケー。吹いた。やめて、撃たないで話し合おう話し合おう言うたやん、もう。ちなみに落ちてますね。100落としできてます、しっかり。いやー、いいね。俺にも春が来た感じだ。え？ちょっと待って、なんか、あ、ちょっと待って敵陣まで行ってみたもののって感じ。ノンスコまっすぐ飛んでくれてありがてえわ。ちなみに壁も抜けますと。でそこは FR と違っていいところですね。ハーとかよりもダメージ入るんじゃないかな、こっちの方が。あ、もう、何してんの？なんか、おかんみたいな言い方になっちゃったけど、今。もう、あんた何してんの？ほんと、もうって。言うたやないかいって。どっちから来る？上下どっち？おう！おい！行くよ！いやー、ダメ。これはさすがに、やりすぎですね。おー、無敵。頭すごい。あー、無理。いや、いいですね。やっぱ、ストレスはないな。8発入ってるのもね、でかい。やっぱ、カーと違って、ここは、ま、ボックスマガジンだからさ、交換できるってところも、当てたいな。あー、無理だった。立ち直すとそんなに、いや、行くな。立ち直すと行くな。今ちょっと俺が撃ったところが悪かったのかな。タッチノン少したんですけどね、今。俺のじゃないか、あれは。敵の主流だ。当たるわけがない。あ、マジボックスマガジン。あ、そっち。いやー楽しいなぁ。さあ、さあそのままガーッと。やばい、そんな予想外だった。俺の後ろを通り過ぎると思ったのに。よし、だけいい。ストピングしちゃった。いらないとこでしちゃうんだよな。あー、終わっちゃったよ。いや、でも素晴らしいな。さあ、やっていきましょう。ちょっとごめんなさい。1-0からスタートでござんす。前面行きましょう。手榴弾投擲。ブレミスってんな。え、いないんだけど。え、それはないでしょ。え、あ、まだいるやん。あ、いけないんだけど、右。手榴弾を使うぞ。いるんだけどな。いた。何食らった？足。おお、すごいんだけど、味方やるんだ、それ。どこにいたか全然分かんなかったけどね。上下どっちか分かんねえな。
あれ？どこだ？あと、テキリスだったと思うけど。こっち？オーマイガー！ブレイキングワードにしてみよう。いやー、下出てこねえかなー。いや、音すげえな、そして。あ、来た来た。ブレイキングワードにしても、あんま変わんないかもしれないね。まあ、これは距離もあるかもしれないけど、あんまなんか、大きくはダメージは変わんないかな。10とかだったら、まあ許容範囲かなと思います。個人的には20とか30ぐらい変わったりするのかなと思ったんですけど、あ、それはないのかな。外しましたね。いや、当てたい。マジ、これで当てたい。まあ、壁で大したらダメージになんないけどね、絶対。やばいね。こんなはずじゃなかったと思う。あー、左かー。さあ、ここ落とせないぞ、さすがに。しっかり取っていかないと。大丈夫かな。と言いつつ、ちょっと待って、荷川がこれ崩されたらやばいぞ。オーマイガー。ちょっともうちょっと見えたら打てんだけど。いやー、2人いる。さあ、やばいね。守りで1本はまずい。ここしっかり取れねえと勝てんぞ。手榴弾投擲。マガジンチェンジ。逃がした。上だよね、やっぱね。で、来るか。は？待って、ジャッジャッと落としなかった今。関係ない？味方の音？奴らが後ろから味方の音？感謝する。敵が背後から迫っている。え、どこだ？本当？おっと、いねえぞ。入れたんだね。あ、ナイスー、助かるー。作戦は成功だ。本部に帰還せよ。
さあ今のところ一切不満がないね。スコープがやっぱなんか変、なんか変な感覚してやりづらいけど。それ以外はね、なんもないね。前回みたいにムービングブレイキングモードだからああだこうだってのは一切ない。完全にムービング、一つのムービングスナーとして扱えてるので、まあ、すごくいい武器に仕上がってんなと思います。二側行くんかな？さあどこに行ってもおかしくねえぞ。ただ設置はしときましょう。そこは見てー。最後頑張ろう、マジで頑張ろう。てかここで1キルぐらいしたいんだけど、マジで実際今度ね下から行った方がいいね。おーっと、変なとこいた？もしかして。あー、なるほどね。おっと、どういうこと？危なすぎ。右穴。あ、味方か。さあ3対4いけるぞ。これはいけるぞ。いやー無理やった。それからどうしたの。はい、というわけでちょっと不甲斐ない結果に終わってしまいましたが、RQさんギャラクティカね、結構高いんだよね、値段がね、だ入手すごいしづらいんですけども、ムービング、みんなさ、よくカーとかね、使ったり、FR とか使って、ちょっと一味変えたいなっていう人にはすごくいいかもしれないですね。すごいね、壁も抜けるし、ね、QC も高いし、元々が高いんだよね、元々が高いし、相談数も8でボックスだタイプだし、これすげえいいと思います。ただなんだろう、このスコープがやりにくい。なぜかやりにくい。なんでなんだろうね。それはちょっとわかんないんですけど。なんだかそこがちょっと相性かな。相性というものがあるのかなと思います。あと形状変換ができたらまた別なのかなと思います。なんか形状変換させてもらえればと思うんですけど、グレホ系ってできるよね、確かね。パーだってできるんだからね。させていただきたいです。ぜひとも。ドクタースチームキャノンにやらせ、したいね。これだったら。はい。というわけでね、RQ さんギャラクティカね、非常に強くて、びっくりしました。やっぱみんなね、なんか使ってる人ちょいちょいいるなーって思うだけあって、やっぱムービングでうまく使える人はうまいなと思います、これね。合成もね、M2S ばっかりで上げていくんじゃなくて、中にちゃんとこう、攻撃力130近くまで触れるような武器とかもちゃんと合成しないといけないんで、これはあくまでね、サクッと作ったやつなんで、もし作るんだったらちゃんとやってみてくださいね。マーシュベアの DSR 入れたりとか、M40 のサイファイとかで攻撃力ちょっと上げてみたいとかね、してみてください。はい、というわけでね、RQ さんギャラクティカはね、2種類のモードを使い分けて、戦うっていうのがすごい面白いんですけど、まあ最終的にはムービングしか使わないというね、そういう武器になっちまいました。まあこれはこれでいい面白いコンセプトの武器だなと思いましたので、ぜひ皆さん暇があったら買ってみてください。お疲れ様です。